finally beat the snot in a can! Shall we have some steak tonight? すっごく嬉しそう、あの親子。皆さん、本当にありがとうございました。みんなあんなに喜んで。こっちも頑張った甲斐があったってもんだ。だが食料を求める人がこんなにいるとはな。ハワイでは年々物価が上昇してるんです。特に家賃は高くて、ファミリー向けのアパートなら月3000ドルほどします。3000ドルってことは30万円？高級マンション並みじゃねえか。ですから、仕事をいくつも掛け持ちして、なんとか家賃を払ってるような人が多いんです。ほんと参っちまうよな。俺みてえなのは毎日カツカツで暮らしてるよ。トミーはもう少し真面目に働く余地があるんじゃない？うっせ。ハワイっつったら地上の楽園みてえなイメージだったけど、せちがれえ話だな。ええ、みんなが自分のことでいっぱいいっぱいになる時こそパレカナの精神が必要だと思っています。弱き者をいたわる、それをちゃんと実践できているのがアカネさんでした。どうだみんな、アカネさんの手がかりになりそうなもの何かあったか？いや、俺はなかったな。私もアカネさんを知ってる人がいないかちょくちょく聞いてみたけど、知っててもいい人、優しい人って話くらいしか聞けなかった。俺もだ。一旦空振りってとこか。そうでしたか。なあカノンさん、アカネさんは他にどんなことやってたんだ？そうですね、ビーチのゴミ拾いと町の見回り活動でしょうか。これに参加するのはアカネさんの毎日の日課でした。そいつも手伝わせてくれねえか。もちろんあんたが良ければの話だけどよ。え、よろしいですか？じゃあ今日は夕方からアロハビーチを清掃する日なので、まずそちらのお手伝いをお願いします。時間になったらアロハビーチに集まっている京都たちに合流してください。私もここが落ち着き次第向かうつもりですので。夕方にアロハビーチだな。ありがとよ、行ってみるわ。ずいぶん熱心じゃない一番。え、そりゃ人助けにもなるし、アカネさんの手がかり探しにもなるからよ。なんか変か？ううん、別に。ああ、いらっしゃいましたか、春日さん。お祈りしてたのか。ええ、あちらがネレ島のある方角なんです。ネレ島？パレカナの聖地なんです。この先のどこかに浮かぶ小島で、私たちの神の名をいただいています。そこに我々の神ネレ神が眠るという言い伝えです。へえ、島が丸ごと聖地なのか。はい、ハワイ王朝の時代から聖地と認められてきたので、現在も島の所有権は教団にあります。手つかずの自然が多く残っていて、ネレ島では我々が理想とする究極の暮らしが送れるんです。究極の暮らしか。贅沢三昧って意味じゃねえんだろうな。当たり前でしょ。ただネレ島に足を踏み入れることが許されるのは教団の代表をはじめ、徳を積んだごくわずかな京都に限られるんです。かくいう私も実際のところネレ島に立ち入るどころかこの目で見たこともありません。うん、私もいつかは白に認められたいものです。白？徳を積み信仰心が認められた京都にのみ贈られる称号ですよ。教祖様から白の称号を与えられた京都だけがネレ島で暮らすことを許されるんです。あんたは選ばれてねえのか？こんな熱心に活動してるんだしよ。僕の信仰心なんて雑念だらけですよ。そもそも白に選ばれたいと願っている時点で不純です。地上の楽園ハワイの
そのさらに中にある楽園の中の楽園か。あかねさんも博ってのを目指してたのかな。まさか。あかねさんは私と違って我欲に動かされることのない人です。見返りを求めてなんてありえません。ただん？あ、いえ、以前あかねさんに伺ったことがあるんです。なんであなたはそこまで献身的に他者に尽くせるのかと。その時彼女言ったんです。罪滅ぼしみたいなものかもしれないって。罪滅ぼし？なんだよそりゃ。荒川って人を振ったことにか。さあね、これもぜひ本人に聞きましょう。だな。それでは奉仕活動を始めましょうか。ふう、だいぶ綺麗になったな。あかねさんが見てた景色か。なーに黄昏れてんのよ。脅かすなって。どう、手がかり見つかった？え、いや、ちーちゃんは？こっちもなし。くどくばっかり積み上がってくね。このままだとあかねさん見つけるより前に博になれちゃうかも。そうかもな。一番はさ、の？あかねさんに会えて、あかねさんがもし一番のお母さんだって分かったらどうする？ああ、どうもしねえかな。別に母ちゃんなんて呼ぶつもりもねえし、今んとこはこれを届けてやりてえってだけだな。そっか、いいな。一番は。え？何がだ。私の家のこと話したでしょ、藤宮家のこと。私は家とか家族とか血縁とか大嫌い。そういう一般的には綺麗に聞こえる言葉が私の人生をずっと呪いみたいに縛り続けてる。だから、一番の生き方がすごく自由に見える。ごめんね、金持ちのないものねだりなのは分かってる。なあちーちゃん、家で死ねえか。はい、家でだよ、家で。手伝うぜ。俺組で夜逃げの仕事を手伝ったこともあるんだよ。ちょっと、これでも真面目な話をしてたんだけど。俺も真面目に話してる。ちーちゃんが家から出て自由に生きてってんなら手貸す。富士宮家ってのがどんなもんか知らねえが、そいつらの手の届かねえ場所にちーちゃんを連れてってやるさ。ちーちゃんは命の恩人だからな。そんくらいお安いもんよ。あのさ、一番。ん？そのセリフ、ほとんどプロポーズだよ。わかってる？え、なんでそうなるんだよ。いやいや、そう受け取るのが普通だって。マジかよ。プロポーズって言葉はトラウマなんだよ、もう。はあ、やっぱ俺が分かってねえとこで怒らせちゃってんだろうな。ちょっと勝手に落ち込まないで。おー、悪い悪い、心の古傷がばっかり開きやがってな。変な風に聞こえちまったんならすまねえ。言葉のあやってやつだ、忘れてくれ。でもよ、ちーちゃんの力になるってのはマジだ。
そいつはできれば忘れねえでくれ。あっそ、こんなバカ初めて見た。あ、どうした？ありがとうございます。皆さんのおかげでいつもより早く終わりました。どういたしまして。綺麗になったビーチって気持ちいい。一番。あ、どうした？ありがとう。あ、それはそうだけどよ、なんか見つかったか？茜さんの手がかり。例えばよ、海岸でゴミ拾いしてるふりしてボートで海へみたいなことできねえかと思って調べてみたけど、この辺は見晴らしが良すぎるし浅瀬が続いてるから、ここから船でどっか行ったってのもなさそうだったぜ。へえ、結構真面目にやってたんだ。偉い偉い。偉そうにすんな。おめえはどうだったんだよ。まずないとは思ったけど、茜さんの持ち物とかが落ちてないかなって見てたけど、やっぱりなかったね。こっちも収穫なしだ。何人かに話を聞いてみたが、めぼしい話は聞けなかった。カロンさん、茜さんが日課にしてた活動、あと一つあったんだよな。はい、町の見回り活動です。ハワイは比較的安全な州ですが、それでも犯罪と無縁ではありません。私たちは酔った観光客やたむろする少年たちに声をかけて回ってるんです。そんなことまでしてたのか。すげえ人だな。 OK、 じゃあそこで手がかりが見つかるかもね。頑張っていきましょう。おお、なんだよ急に張り切り出して。そう、いつも通りだけど。俺たちにもその見回り手伝わせてくれ。どこを回ればいいんだ？今日はアロハブリッジ付近とアートウォールズを見回る予定です。まずアロハブリッジ付近から始まりますので、そちらに向かってください。現地に担当のロメロという者がいるので声をかけてください。私は後処理があるので、アートウォールズから合流できればと思います。ロメロだな。了解、任せとけ。